あ、イルミナル古川と申します。大規模ゲノムプロジェクトチーム、インフォマティクスストラテジックアカウントマネージャーとして務めております。本日は製薬業界におけるゲノム解析、解釈のためのイルミナインフォマティクスという内容でご紹介をさせていただきます。まずはじめに、本日はこのような貴重な発表の機会をいただき、AWS 様に感謝をいたします。ありがとうございます。AWS 様と弊社では、最近には国内でも多くのお客様対応で協業をさせていただいておりますが、それらのやり取りからも、両社のサービスは、この分野で今後さらに有効に活用いただけそうには考えております。その内容や価値について、本日参加いただいている皆様にとって、少しでもお役立ていただける情報が提供できればとは思います。どうぞよろしくお願いいたします。アジェンダはこの4点となります。最初には弊社イルミナとゲノミクスについてを簡単にだけご紹介させていただきます。3点目、4点目が本日の主な内容になりますけれども、AWS 環境におけるイルミナのインフォマティクスソリューションを紹介させていただき、最後に製薬界における活用事例についてを順にご紹介をさせていただきます。スライドの妨げにならないように、ここからはビデオはオフにして進めさせていただきます。まず最初には、弊社イルミナについて、馴染みのない方もいらっしゃるようには思いますので、簡単に紹介をさせていただきます。弊社のミッションとしましては、To improve human health by unlocking the power of the genome.ということで、日本語ではゲノムのパワーを解き放ち、人々の健康をより豊かにするということを目指している会社になります。主な事業内容としましては、遺伝子変異や遺伝子機能の解析のためのライフサイエンスツールや統合システムの開発、製造、販売ということを行っています。で、弊社のことをご存知の方は、DNA シーケンサーの会社として認識いただいているかとは思います。ただ、シーケンサーに関連するツールとして、インフォマティクスの部分にも近年非常に力を入れて取り組んでおりまして、その内容を後ほどに紹介させていただきます。もう少しだけ会社の紹介になりますけれども、日本法人のイルミナ株式会社としては、2004年に設立をしておりまして、現在は100名強の社員数になっています。代表はグレッチェン・シャンテール・ウェイトマンが担当しておりまして、日本国内のみで、すでに1000台以上の DNA シーケンサーを導入しています。東京と大阪にオフィスがありまして、近年は特定のモデルでは医療機器として活用いただけるようにもなっております。お客様としては、国立研究センター、大学、病院などの学術機関での利用が割合としては多いんですけれども、企業様での活用も幅広く行われておりまして、本日参加されている製薬企業様でも様々な形でご活用いただいております。コラボレーターとしては、大塚製薬様、シスメックス様、国立がん研究センター様などと提携をしておりまして、一緒に事業を開発する取り組みなども行っております。イルミナの本社では1998年に設立しておりまして、世界では9000名程度の社員がおります。サンディエゴが本社にありまして、世界では1万8000台以上のシーケンサーがすでに導入されておりまして、昨年の売上は約5000億程度で、時価総額は 4.4 兆円程度の会社となります。で、本社ならアメリカにおいては MIT テクノロジーレビューやファストカンパニーといった第三者機関の企画においても、スマートな会社ですとか、イノベーティブな会社として高い評価もいただいております。イルミナの各国のオフィスについて、本社のあるアメリカでは5カ所にありまして、その他ヨーロッパですとか、アジアを中心に展開をしております。現状では合計30カ所程度になっておりまして、世界の各国でグローバルに事業を展開する会社にはなっています。続いて、ゲノミクスについても簡単に確認させていただきます。その応用分野としましては、非常に様々にあるんですけれども、こちらのスライドで示している通り、がんですとか、遺伝病
NIPT 集団ゲノム COVID-19 の調査観察などは特に活用が進んでいる領域にはなっています。その取り組みとしては治療方法の選択ですとかモニタリング、あとは診断について、蓄積データの活用などがありまして、参加者の方々にはすでにこれらに関わりをお持ちの方も多いようには思いますし、これらが製薬業界とも様々に関わり得るということはご認識いただけているかなというふうには思います。ゲノムデータ生成加速の継続についてなんですけれども、 NGS の登場以来はよく言及されていることではありますけれども、ここ数年もその傾向は続いている状況にはあります。こちら の左側のオレンジの折れ線がヒトゲノム解析のコストを示しているんですけれども、依然として価格低下の傾向にはありまして、2020年の時点でノバシック6000のバージョン 1.5 という試薬を利用することでヒトゲノム解析が600デル程度で提供が可能になっています。その要因などから近年ゲノムデータ取得は2年おきに倍増しているという状況もありまして、2024年の再来年には世界で600万人分に相当するゲノムデータがシーケンシングされるということが想定されています。関連する情報としましては、サンプル数としてはすでに1000万件以上が処理されていますし、また50を超える大規模ゲノムプロジェクトが世界で立ち上がっていることなどもこの傾向の要因にはなっています。その50の大規模プロジェクトのまとめがこちらのスライドなんですけれども、世界中で全ゲノム解析のデータ活用や臨床応用を目指して国家レベルでさまざまな取り組みが行われている状況があります。左上のイギリスで実施されている UK バイオバンクですとか、左下側にあるアメリカのオールオブアスのプロジェクトでは数十万人規模でデータ取得やコホート解析が行われており、世界の代表的なプログラムではありますので、聞かれたことある方も多いかなというふうには思います。一方で日本が右側にあるんですけれども、がんですとか難病の領域で10万人を目指して全ゲノム解析の実行計画が今遂行されていますし、東北メディカルメガバンク機構でも同様の規模でゲノムデータ取得や解析が行われているということは、参加者の方多くの方もご存知の通りかなというふうには思います。ただ急速に増加するデータ量は強力なインサイトを引き出すためのユニークなデータの機械の創出とともに、データの解析管理の課題も発生させている状況があります。現在までに1万8000台以上のシーケンサーが設置されているということは先にお伝えしましたけれども、その影響もあり2010年から20年の10年間ではバイオテクノロジーにおけるデータの成長は約50倍という報告もございます。2019年には単年で150ペタベース近いデータが算出されているといった状況もありまして、大規模ゲノムプロジェクトによりさらにその成長は加速することが予想されています。こうした中では取得データを適切に処理や管理していくということが研究と産業の両面で重要な課題になっているという状況もあります。そのゲノムデータ処理や管理のための課題についてはイルミナでも十分に認識をしています。今お伝えしたように、その増大する大規模なデータに対してはインフラの拡張ということが必要になってきますし、それ以外の課題としては新しいワークフローの構築と展開管理ということですとか、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスの維持についてや、限られたインフォマティクスリソースの活用の最大化などは、ゲノムデータの解析において非常によく取り上げられる課題にはなっています。で、そういった課題の解決策として、AWS 環境におけるイルミナのインフォマティクスソリューションがありまして、近年その強化を進めてきていますので、その点についてここから紹介をさせていただきます。その主な製品がこのイルミナコネクティッドアナリティクス ICA という製品でして、今年の2月に提供を始めている新しい製品になります。
ですので、まだ実績や認知度は低い状況がありますし、参加者の方々では初めて聞かれる方も多いかなというふうには想定しています。一言でお伝えすると、インフォマティクス活用と科学的発見を促進するセキュアなゲノミクスデータプラットフォームということになります。その主な特徴としては、解析パイプラインの構築とカスタマイズができることや、ワークフローの大規模な実行ができること、データ及び結果の探索と共有ができることなどがあります。ICA の世界での活用と AWS 採用の理由についてがこちらのスライドです。まず、現状で世界の9カ所で ICA が利用できる体制を整えています。クラウドサービスではありますけれども、データをその国の中に留めるということですとか、転送時間を少しでも減らすといったことは、日本を含めて各国でニーズがありまして、それが各国で設置を進める主な理由にはなっています。来年には南アフリカやブラジルでの設置を予定しておりまして、それぞれのニーズや状況に応じて順次追加を予定しています。このすべてで AWS のクラウド環境でサービスの実装を行っています。その採用理由としましては、まずはグローバルなフレームワークがあるということが大きな理由でした。加えて、2013年以来、約10年以上、イルミナは他のサービスでも AWS の活用をしてきまして、そういった経験がすでにあったということですとか、そういった経験の中で、EC2 や S3 グレーシアの利用によるコスト減を実現してきたということがあります。さらには ISO とか HIPAA、GDPR などのセキュリティ基準とコンプライアンス認定をサポートされているということなどが私たちが AWS で ICA サービスを提供している主な理由になっています。ICA でのデータの流れについてがこちらのスライドなんですけれども、こちらの図のようにシーケンサーで取得するデータをランをしながら ICA 上に転送することができます。でその後、ICA 上で弊社が提供する既存のこのドラゲンパイプラインが利用ができますし、お客様の方で構築されるカスタムパイプラインを実行するということも簡単にできます。でその先の解析としましては、デジタルノートブックを利用したインタラクティブな解析ですとか、サンプルの QC や結果のレビューといったことも行えます。その後には、クリニカルレポート作成との連携も容易にできまして、最近にはこの分野のスタートアップ企業のイマジン社を買収していまして、それをイルミナコネクティッドインサイトとして ICA に統合するということも現在進められています。これらの処理が AWS サービスと内部的には連携しておりまして、データの処理やデータの管理が安全かつ容易に行うことができる仕組みになっています。ICA によるインフォマティクスの効率化について、主な特徴はこちらにまとめられています。生産的なワークフローとしましては、FPGA を用いるドラゲンの機能が活用できることがあります。また CWL や NextFlow などのツールでワークフローを管理することもできます。データの管理につきましては、安全なワークスペースに整理して、コンプライアンスにのっとってグローバルに共有が可能ですし、AWS S3 にデータを保持しながら、ICA 機能の利用が可能な仕組みもあります。データの分析に関しては、Jupyter ノートブックを含む柔軟なコンピューティング環境でのデータの解釈ですとか、スケーラブルなデータウェアハウスでサンプルデータと母集団データを集計、クエリ、可視化するといったことも実施できます。この後、これらそれぞれの特徴についてはもう少し詳しく順にご紹介をいたします。まず、ICA 上でドラゲンパイプラインへアクセスが可能ということは、ICA の大きな特徴の一つにはなっています。ドラゲンにつきましては、業界をリードする正確性で、包括的かつ効率的な二次解析ソリューションを提供するという製品でして、正確性に関して言えば、
スニップ、ウィンデル、CNV など高い感度と特異性で、検出が可能です。また、包括的に関しては、全ゲノム、トランスクリプトーム、パネル、シングルセルデータ、メチル化データなどを一つのプラットフォームで解析が可能です。効率的に関しては、スピードの面では30掛けの全ゲノムであれば、約17分程度で解析が可能ですし、圧縮に関して、ファスト Q サイズを GZ 形式から最大で5分の1程度にまで圧縮できるといったメリットを備えています。一点補足としましては、このドラゲンの機能のみの利用であれば、オンサイトのドラゲンサーバーの製品を用いたり、AWS 様で提供のマーケットプレイスで提供する MI のインスタンスを起動してご利用いただくという方法もございます。一方で、ICA であれば、そのサービスの一部として、このドラゲンパイプラインを利用できるという仕様になっています。前のスライドでご紹介した特徴から、ドラゲンの全ゲノム解析というのは、集団ゲノム解析に最適な解析パイプラインになっています。そのため、先にご紹介をした世界の代表的な大規模ゲノムプロジェクトである、イギリスのバイオバンクプロジェクトですとか、アメリカのオールボアスリサーチプログラム、加えて10万人規模で全ゲノム解析を進めているシンガポールのプリサイツプロジェクトでも採用されています。それらのプロジェクトで実施されている処理内容が、こちらのウェブサイトのリンクから公開されておりまして、これらのプロジェクトで実施されているデータ処理をどなたでも再現できる形で情報を提供しています。ですので、ご興味をお持ちの方いらっしゃれば、ぜひこちらも参考にしていただければとは思います。ICA のクラウド環境でドラゲンパイプラインを利用するメリットが主にはこちらの3点になります。まずは、容易なスケールアップ、高速化についてなんですけれども、ドラゲンパイプラインの並列実行によって解析スループットを最大化できることがあります。現状では日本リージョンにおいて1日に1ゲノムですと300人分程度の処理を実施できるリソースを準備しているんですけれども、今後ニーズや状況に応じて順次拡張を検討していく予定です。また費用対効果の向上に関しては、ローカルサーバー環境や AMI を利用する際にはドラゲン解析のライセンス購入が必要になるんですけれども、それが ICA を利用される場合には必要なしとなっておりまして、解析規模が大きくなるほど ICA を利用する方がメリットがあるという形式とさせていただいてます。3点目について簡単な導入なんですけれども、ハードウェアのメンテナンスが不要であったり、ソフトウェアのアップデートが不要であること、ブラウザーでドラゲンの機能がすぐに利用可能ということは、普段それらの管理に関わる必要がある方々にとっては魅力に感じていただける特徴なのかなというふうには思います。分析パイプラインの構築、展開、バージョン管理についてです。ドラゲンに関しては、それが利用できるということはお伝えの通りなんですけれども、既存パイプラインをお客様のカスタムパイプラインの一部に組み込むといったことも可能です。パイプラインのインポート、構築、カスタマイズに関しては、CWL ですとか NextFlow を使えるということは先にお伝えの通りなんですけれども、加えて Docker、CLI、API などの業界標準のツールを利用して、カスタムパイプラインの構築や実行が可能です。また、パイプラインの生成やバージョン管理に関して、検証済みのバージョンをロックしたりですとか、自動化を設定すること、計算リソースを制御したワークフローの運用なども可能な仕組みになっています。セキュアでコンプライアンスに準拠したデータ環境ということに関して、AWS 環境を利用することによって安全なグローバルフレームワークを容易に実現することができました。加えて ISO、GDPR、HIPAA などへの対応についても AWS 環境を利用することでより少ない労力や時間で ICA 側でも実現することができています。データの維持管理に関してなんですけれども、お持ちの AWS3 バケットがありましたら、それを ICA で接続することで、
データ管理とコスト管理を実現するということもできます。スライド右図のようなイメージで ICA アカウントと AWS アカウントを連携してお使いいただく形になるんですけれども、こういった方法によりお持ちの S3 以上のデータに対して ICA 解析ワークフローの実行することができます。でこちらは双方向のデータフローでありますので、データを分析ツールに読み込み結果をバケットに書き出すといったことが可能です。これによってストレージコストを S3 で直接管理することができる仕組みになります。ですので、すでに S3 を利用されている方ですとか、 S3 に置いたデータを別の用途でも活用されたいという場合には、このような形でも ICA が活用いただくことが可能です。ICA ベースという機能がありまして、これは大規模スケーラブルなデータウェアハウスとしての役割になっています。データウェアハウス内の複雑なマルチモーダルデータセットの集計やクエリーが可能な仕組みです。カスタムデータテーブルの作成が容易にできます。この時、NGS はもちろんなんですけれども、それに加えて、アレイ、プロテオミクス、リアルワールドエビデンス、リアルワールドデータなどのマルチモーダルデータを集計することが可能です。それらは比較的簡単にデータが取り込みが行えますし、アソシエーションスタディのためのクエリをブラウザ上で実行することもできますし、そういったクエリを保存して共有して、また将来に再利用するといったことも可能です。ICA ベンチの機能では、データサイエンスのための共同ワークスペースとしての機能になっています。新しいインサイトを生み出すセキュアでコラボレーティブなノートブック環境を提供しているんですけれども、デジタルノートブック、Jupyter ノートブックによるインタラクティブなデータ処理を行います。で、それによって社内外のあらゆるデータ、パイプライン、データベースを取り込むことができます。様々なデータ処理に対応しているということも特徴としてございまして、標準的なゲノミクスおよびディープラーニングのライブラリをサポートしております。また、R や Python がインストールされた標準的なワークスペースを利用することもできますし、独自のワークスペースを設計するといったこともできます。コホート解析用には、この ICA コホートツールというものがございまして、現在 R アクセスをしており、まもなく正式にリリースする予定になっています。今年の秋頃の予定になっています。こちらは集約されたゲノムデータを解析して、遺伝子型と表現系の関係を理解することを目的としたツールとなります。個々のサンプルおよびコホート全体のアップロードが可能ですし、既存もしくはアップロードしたコホートデータをブラウジングすることが可能でして、遺伝子ごとのバリアント表示を確認するといったことも可能です。このツールでは様々なデータベース情報をこのプラグインで一元管理して定期的にアップデートを行うため、それらに必要だった手間や時間を大幅に削減できるサービスとして提供を予定しています。ここからは活用の事例と成果についての紹介になります。まず、その活用の主な用途としましては、ゲノム医療によるがん患者への貢献があります。この分野では、がんの早期発見ですとか、包括的な評価、モニタリング、治療方法の特定など、様々な形で活用を進めていただいています。そのパートナーとしましては、グローバルではメルク様、バイエル様、ロッシュ様などがありますし、国内では先にお伝えの通りに、大塚製薬様など、多くの製薬企業様と連携をして、弊社のシーケンサーですとか、データ解析プラットフォームの活用を進めていただいております。より具体的な例として、ICA のバイオマーカーとターゲット探索での活用がありまして、その事例がこちらのスライドになります。アーリーアクセス時から ICA をご利用いただいていた製薬企業の一つなんですけれども、こちらでは公共データソースから80万人分の
被験者と1万人の表現系を組み合わせて、合計1兆4000億ギョンデータを探索して、医薬品開発及び、投資の意思決定に利用いただいているという事例になっています。イメージ図がこの左図のような形なんですけれども、アフィンジェンや UK バイオバンクのデータを IC に取り込みまして、それらのゲノミクスデータセットを用いて、糖尿病やその他疾患領域における新規バイオマーカーを探索するということを現在行っていただいております。で、今後の取り組みとしましては、データ、ノートブック、AI、その他データサイエンスツールセットを活用いただいて、医薬品開発をさらに促進していただくということとともに、投資判断のための臨床試験結果の予測にゲノミクスを活用するワークフローを開発するということを、次の段階のこととして検討を進めていただいている状況です。で、イルミナによるゲノミクスに基づく創薬への取り組みも行っておりまして、関連する情報としましては、創薬における年間研究開発費としては123ビリオンドル以上もあり、創薬におけるゲノミクスの市場規模は2ビリオンドル以上もあるようなんですけれども、ゲノミクスデータを活用することによって、創薬の成功率が2倍以上になるということも近年に報告されている状況があり、ご存知の方も多いかなというふうには思います。また、原因が複雑な疾患では、まだまだ治療薬の開発が求められている状況もあり、私たちとしましても、創薬の大きな機会と貢献の可能性ということを認識しています。そのため、イルミナの創薬開発プラットフォームの提供を始めておりまして、データ処理の部分に関しては、先にご紹介をした ICA が中心的な役割を担うサービスにはなります。で、今後も AI やマシンラーニングを活用したゲノム解釈ツールなどをさらに強化していきますし、その一方で、より高品質で低価格なゲノムデータ取得のためのノバシック6000などのシーケンサーや試薬の改良も進めていきます。で、また製薬企業様との連携もすでに始めているんですけれども、今年の初めには大規模コホートプロジェクトで非常に多くのデータを持つナシュビルバイオサイエンスとも連携を開始しまして、25万人のゲノムデータ取得を実施する計画も発表しております。こういった取り組みによって、データベースの充実もさらに図っていくところです。で、こちらが最後のスライドにはなりますが、イルミナは ICA を活用したデータの共有で新たな発見を推進していきます。ゲノムデータ活用のための大まかな分担をこのスライドに記載していますけれども、データの所有者としましては、医療システム、国家プログラムにおいて産学官で連携しながらデータを取得や蓄積いただくことを想定しています。その上で、製薬会社様、バイオテクノロジー企業様、アカデミアに属する研究者ですとかデータサイエンスの方々がデータマイニングですとか価値創出を行っていただくことを想定しています。で、そのプロセスにおいて、弊社が AWS 環境で提供する ICA が有用なプラットフォームになり得ると考えておりまして、ご興味のお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ活用いただくことをご検討いただければとは思います。私からのご紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。